台風接近中ということで、白雲飛び込める空の下からこんにちは。ここは JR 青梅線メリケンタウンの福生駅です。福生という名前は福が生まれを待ちと書きまして、なかなか縁起の良いところ。さらに読み方もますます縁起よく、福生福生と毛根たくましいような感じさえいたします。ところで、青梅奥多摩方面のホームに立っておりますと、向かい側、何やら石垣のような構造物が見えるのがわかるでしょう。その手前には線路一本敷けそうな余白があります。これは一体何でしょうか。立川方に参りますと、向かい側に石積みのような構造物が見えます。草に絡まれ、なかなか歴史のありそうなもの。今回は福生駅の範囲のものに焦点を当てて探りを入れてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは2019年の航空写真を見てみましょう。ホームの形が分かりにくいですから、西口を上に回転されてみますと、ご覧の通り一面2線の駅であることが分かります。それでは一気にタイムスリップといきまして、1947年昭和22年の航空写真をご覧に入れましょう。そうしますと、画面中央福生駅西口のところに駅舎のような建物が見えますでしょうか。その右側には長い屋根のような構造物が見えます。駅舎の下には細長いホームのような影が見えまして、その端向かいにももう一つホームのようなものが見えます。実は青梅線が単線だった時代、当時の福生駅は旅客用ホームが2連3線、それが貨物用ホームが1面1線というかなりデラックスな作りをした駅だったようです。当時の様子はこの航空写真を見ればはっきりとご覧いただけるかと思います。また当時福生の街並みが主に広がっていたのは西口でした。逆に現在西友があります東口の方は一面の桑畑といった様相ですから、東口改札ができたのも後のようになってからとのことです。つまり冒頭で紹介したこちらの石垣は貨物用ホームの後、こちらの石積みは旅客用ホームの後だったというわけです。察しのいい方は最初から薄々気づかれていたかもしれませんね。拝島から福生までの区間が複線化されたのが1961年昭和36年の3月、貨物の取り扱いが廃止されたのが同年5月、小坂まで複線化されたのが12月ということなので、この年に現在の1面2線の構造になった可能性が高いです。その証拠に1974年の航空写真をご覧に入れましょう。この当時駅舎は未だ西口に大きいのが鎮座しておりますが、ホームはどうも1面2線になっている模様です。もともとの駅舎寄りのホームは乗降場所としてはお役御免となりまして、立派な跨線橋への通路として余生を送っているように見えます。このような構造の駅はまだ全国にたくさんあるのではないでしょうか。今パッと思いついたのは北海道の倶知安です。この頃にはすでに西友ができており、東口もだいぶ市街地化が進んだと見えて、改札らしき建物もあります。跨線橋が通じています。いよいよ平成に入りまして、1989年平成元年の写真です。この頃にはかなり重厚な橋上駅舎になっている様子が認められます。これはおおよそ現在の姿になったと言って良いでしょう。ひとまず福生駅構内の廃線についてはここまでといたします。さて、ここで今一度1947年の航空写真に目を通してみましょう。上の方に視線をやりますと、福生駅の北西にあさっての方向に分岐していく線路が見えます。なんと福生には廃線があったのか。はい、その通りです。毎度おなじみ今昔マップで昔の地図を確認してみましょう。1952年昭和27年の地図を見ると、やはり美しいゼブラ模様の視線が確かに描かれているではありませんか。そしてその視線は多摩川の河原に出たところで途切れています。何のために敷かれたのでしょう。こちらの視線は青梅線福生支線といい、1921年大正10年と1927年昭和2年の2期にわたって整備された路線です。一般的には砂利線とか呼ばれます。肝心の目的は八王子は高尾にあります大正天皇のお墓、多摩の三崎を造営するための川石を運搬することでした。当初は蒸気機関車が走っていましたが、後に電化され、電気機関車が1日2回決まった時刻に4両から5両の貨車を率いて走っておりました。地域住民はそれ以外の時間に列車が走らないことを熟知していたため、枕木を渡って日常の道路や遊び場として利用していたそうです。
1959年昭和34年にチャリ運搬が停止され、1961年昭和36年に線路や架線が撤去されたことでお役御免となったとのことでした。砂利線の跡地は現在車道や遊歩道として活用されています。オタクはその洞察力を駆使し、何の説明もなくともこの地図を見るだけで鉄路の匂いを察知します。というわけで実際に廃線跡を歩いてみましょう。雨降りで恐縮ですが、そこはご容赦願います。ちょうど近江線から分岐する地点に来ました。ここをよくご覧になると赤い杭が立っています。これは国鉄の境界杭で、国鉄の敷地との境目を示します。現在は一般の住宅の中に名残としてひっそりと立っていますが、ここで線路が分岐していたことを示す貴重な歴史の証人です。ここから先は鉄道らしい緩やかなカーブを描きます。少し進むとマンションに行く手を阻まれました。ここは民間に払い下げられたらしく、線形が消滅しています。というわけで線形が残っている向こう側にワープ。はい、ワープしました。振り返れば再び線路跡が続いています。この先小学校の脇を通るのでかなり緊張していられます。カメラは回し続けることができませんでした、というかしませんでした。だってね、小学校の前でカメラ回しながら歩いてるオタクとかね、通報不可避だと思いますよ。そのまま進むと道路の向かい側に木立が見えます。ここから先が廃線跡のクライマックスと言ってよいでしょう。こちらの橋は上浄水橋というそうです。ここで鉄路は玉川上水を渡ります。橋を渡るとこの先に何か視界が開けているところがあります。視界が開けまして、おお、盛り土の部分に出ました。河原と比べるとかなり高く、傾斜はとても緩やかです。坂道に弱い鉄道に配慮した作りで、いかにも廃線跡を歩いているんだなと気分満点であります。この辺りは堤防兼遊歩道として流用されているようです。両脇は草が繁茂しまくっており、全然わからないのですが、後で調べたところによると、この道の脇に何やら先ほどの国鉄の境界杭があったそうです。いや、これ全然気づかなかったんですね。いや、残念です。廃線跡の末端まで来ますと、唐突に傾斜が急になりまして、福生市営競技場、ここにぶつかります。どうやらこの競技場が砂利を積み込んでいた場所のようです。ここは名残は全くありません。福生の砂利線跡はそこまで距離も長くなく、お手軽に廃線探索を楽しめます。晴れた日にぜひ歩いてみてはいかがでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、低評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。